アフターコロニー195年。地球上に現れた5機のガンダムによる襲撃と、それに対抗する地球圏統一連合との攻防は、大局の混乱に乗じた軍事秘密結社オズの台頭を招く結果となった。歴史の表舞台に躍り出たオズは、続けて宇宙にも進出。上層部崩壊後も支配権を強めていた連合宇宙軍を壊滅し、地球と宇宙の平和維持組織としてコロニーの解放を唱える。時代が大きな転換期を迎える中、宇宙の片隅では新たな火蓋が切られようとしていた。資源衛星 MO5、 5つのコロニー軌道集落群に属さない人口10万人程度の工業都市コロニーである。このコロニーで秘密裏に行われていた新型モビルスーツの開発は、すでに実戦と同等の模擬戦が行える段階に達していた。G ユニット、究極の汎用機を目指したこの機体の情報が外に流出したことで、 MO5 もまた時代の荒波に飲み込まれることとなる。 G ユニット1号機ジェミナス01とそのテストパイロットアディン・バーネット、激動の歴史に埋もれたもう一つの戦い、ガンダムと少年たちの戦いが今始まる。ジェミナスという名のモビルスーツ。PX システム起動。 PX モード、こんやろ。死んだな。くそThank you.
ちがその気なら遠慮はしないぜ。G ユニットの火力、甘く見るなよ。狙われている。マジな、このまま攻撃を食らっては。逃がすかよ。悪あがきしてやるぜ。全力でな。捕捉されたか。ありえぬ。こちらが破れるなど。負けない。俺はガンダムのパイロットだからな。宇宙の民は自由であるべきなのです。今まで地球圏統一連合はあなた方を抑圧してきました。でもその時代も終わりを迎えたのです。宇宙に住む人々も自由に暮らせる時代が来たのです。そのために我々は力をお貸しします。さあ参りましょう。我々平和維持機関オズと共に。Thank you.
ために行きましょう、マーク。半端な覚悟で来るのなら大怪我どころじゃ済まないぜ。当てる。そんな、残念だったな。戦いの厳しさってのを教えてやるよ。そんな、何？ここでやられていては。ってやつを教えてやるよ。当てられたのか。思った以上に手強いか。これ以上 MO5 には近づけさせない。スターダストナイツの力を見せてやる。逃がすものか。今の状況ではこの選択がベストか。組みるなよ。
ても戦うならお前を倒す。今さら後悔したってもう遅いぜ。なんだと。カッキー、援護しろ。とどめは私が決める。滅殺ことが。
気を。そこだ。うかつな動きを。脆い部分がガラクタ。落ちろ。無駄だ。私たちがガンダムだ。いっけー、ユニバース。ここまでなのか。様にはわかるまい。この私を通して出る力だ。